すごい派手だよ。シンプルなバッグの中にもカラフルなものが入ってたらテンション上がるかなと思って。美容成分たっぷり入ってるからすごいね、綺麗なツヤンと肌になるよね。秋冬すごく活躍しそうなカラーです。実はこれ私も持ってます。なんか飾ってるやつ多いよね。多いね。スーパーバイラーズの阿部沙織です。スーパーバイラーズの阿部春奈です。私たち双子のバイラーズです。私の愛用のバッグはカフネのカバンです。プライベートでもお仕事でもすごく重宝してます。後ろファスナーなんかもついてて、ちょっとした、携帯とか名刺とか入れるのにすごく便利です。私の愛用しているバッグは OAD ニューヨークのバッグです。ポケットもすごくたくさんあるところがすごくお気に入りで、あとはちっちゃいこんな、なんかケースもついてる。表と裏で結構イメージが変わるので、うん、その時の服に合わせてちょっとこっち表に持ってみたりこっち裏に表に持ってみたりとかしていろいろ使えるかなと思ってます。オフィスでも使えます。あと荷物が少ない時は、今日ちょっともう一個持ってきたんだけど、かわいい。もうすごくお気に入りで、中は全然あのポケットとかないので、そのまま小物とかをポーチに入れて入れるっていう感じになってるんですけど、これだと全部入りきらないときは携帯だけこういう肩からかけて使ってます。これはマルジェラのスマホケースです。私が愛用しているお財布はサンローランのフラグメントケースです。もう今最近はアップルウォッチとかで電子マネー決済なので、うん、お財布はぐんとちっちゃくしちゃいました。シックな感じのモノトーンにも一目惚れしました。マルジェラの三つ折りのお財布で、中はこんな感じになってます。こことこことこことに、あの3箇所にもカードが入るようになっていて、あとはお札もちゃんと入るのでコンパクトなんですけど、結構しっかり入ってくれるのですごくおすすめです。私のバッグの中身はすごい派手だよ。すごくポップなあのカラーの、シンプルなバッグの中にもカラフルなものが入ってたらテンション上がるかなと思って、こんなポーチを持ち歩いてます。バービーちゃんです。私のこれは一押しなんですが、BA のセラムクッションファンデです。私いつも朝にリキッドをしっかり塗り込むんですが、うん、ツヤが欲しいなと思った時にとっても重宝してます。こうやって持ち歩いて、うん、塗り直しもこれでするってこと？これでします。日中に？日中に。これからの冬は特にもうツヤが必要かなと思って。なんかこれ保湿効果すごいから、はい、そう、なんかそれ塗るだけでセラムも一緒に塗ったような、うんうんうん、美容成分たっぷり入ってるからすごいね、綺麗なツヤと肌になるよね。さすが美容好き。そう、私も実は同じの持ってて、今日はちょっと持ってきてないんですけど、うん、コジットの、シカのリップクリームです。これはあの日本製のシカっていうのを初めて聞いてすごく興味を持って使ってみました。これを塗るとすごくツヤツヤになって荒れも防げるのでおすすめです。ティントとかって結構乾燥しやすいから、そういう時にちょっと足りないなと思ったらこれを合わせてます。フジコの美眉アレンジャーです。実はこれ私も同じのを持っていて、本当だ。まっすぐにしても使いやすいですし、うん、コンシーラーとこっちの眉ペンの部分と両方使えるので、うん、1回で綺麗に眉毛って描けへんやん、うん、そういう時にこのコンシーラーでちょちょちょっとこう綺麗にあのスーッと線が描けるので、うんうん、おすすめです。もうあれだね、なんかお店の人だね。お店の人みたいやな。BA のリキッドルージュセラムです。06番です。ちょっとあのテラコッタっぽい感じのカラーで、秋冬すごく活躍しそうなカラーです。実はこれ私も持ってます。なんか飾ってるやつ多いよね。多いね。なんかやっぱり肌のトーンとかも双子なんで同じだから、うん、どっちかが似合うともう一人も絶対似合うんで、二人でおすすめし合ってる、うん、うちの一本がこれやんね。これですね。カラーはちょっと手元に出してみるとこんな感じです。すごいツヤツヤ。色やっぱり落ちにくいよね。落ちにくい。こんなにツヤツヤなのにこんなに落ちないんだっていうのがリキッドルージュセラムのすごい特徴かなって思ってます。これはもう私がもう長年愛用している大好きなアイシャドウです。キャンメイクのパーフェクトマルチアイズの03番です。このカラーはもうずっと好きで、うん、この5、6年4つか5つリピートしている
アイシャドウです。違うアイシャドウを買ってはまたこのアイシャドウを買って、うん、っていうのを私はそばで見てるんですけど、はい、そう、これがないともう私の目は完成しないんじゃないかっていうぐらいの名品です。これもあのすごく SNS でバズった商品、すごい人気だよね。今の時期なのでアルコールをしっかり持ち歩いてます。アルコールをすると乾燥しちゃうんだけど、うんうん、オイルインハンドスプレーならその乾燥が結構ねしないっていうのを気づいて白のオイルインハンドスプレーを使ってます。オイルが入ってるってとかベタベタはしないってことでも、そうベタベタしないからこの後あのパソコンを触ってもそんなにベタついたりとか汚くなったりしないし、香りもすっごく白さんらしい、いい香り、うん、石鹸っぽい香り、石鹸っぽい香りです。すごいこれ欲しいな私のなくてはならないものもう一つ、スーディオのワイヤレスイヤホンです。カラーがちょっと真っ白じゃないところがお気に入りです、うん、かわいい、なんかそのベージュっぽい感じのカラーが、白よりその方が透けててもね、うん、目立たないしね、浮かないしねそう、かわいいです。かわいい。でこれからの季節絶対欠かせないのがこのエリクシルのツヤ玉ミストです。これも3つか4つ目かなすごいそれぐらいあの毎日吹きかけてはお化粧直しをしたりだとか、うん、あとはあのちょっと乾燥してなっていう時オフィスでシュシュってできるのがすごく楽でいいです。ラブコームも愛用してます。ちょっとあの化粧室に入った時にこれを使うと美髪になれるっていうアイテムです。私が愛用している名刺ケースはマルニの名刺ケースです。会社の名刺と個人で美容ライターとかそういうのもやっているので、うん、2つの名刺を入れたくって結構幅のある名刺ケースを選びました。このなんかカラーリングが春菜らしいな。あ、本当、うん、これ可愛いよね、うん、なんかこのバッグもそうだけど色がね、ね、うん、色が入ってる、そうバイカラープラスなんか一色みたいなのがすごく好きでいつも愛用してます、うんうんうん、春菜っぽい、はい、私の愛用しているポーチはベアミネラルのポーチです。バッグが大きい時にこのポーチを使っていて、バッグが小さい時はこういう巾着もうこれは RMS の、 あのノベルティとかでもらったものなんですけど、うん、このまま捨ててしまうのもったいないし、うん、やっぱりエコな感じで使いたいのでこれも愛用してバッグには一つ入れてます。最近すごく夏に気に入って買って使ってるのが、うん、ビューティーベールクールタッチ UV スティックです、うん、塗るとスーッとするんですけどスティック状になってて、うん、ちょっとつけてみる、うん、ひんやりしない手でこう UV を塗るより、うん、こうスティックで塗れる方がすごく楽で、うん、あの手も汚れないのでこれは絶対にポーチの中に入れて外出するときにはあの出先で塗り忘れたときとか今日ちょっと太陽出てきたなっていうときは絶対に塗るようにしています。これはこの夏春なり何回も借りた、はい、二人の思い出の、うん、思い出の品この夏の この夏の思い出の UV です、うん、はい。ハーバシンのハンドクリーム、これカモミールのハンドクリームでよくあのロフトさんとか、うん、ね、かわいい雑貨店とかでよく見るんですけど、こういうちっちゃいのハンドクリームは絶対に入れるようにしてます。 U&オイルっていう、ね、私も持ってるこれ。あ、持ってる、うん、これコロコロコロってするだけですごくスーッとして気分も良くなるんですけど、メディケーションっていうタイプのオイルを私は愛用してます。あと香り物、ちょっと香水も私すごく大好きで、うん、香水をつけてない日に限って私はすごい嫌なことが起きるんですよ日中急に怒られたとかと思ったら、うん、今日香水つけてない、そんな日ある、本当にそうで同僚の子とかに塩舐めといたらって言われるぐらい嫌なことがすごい嫌なこと起きるやん。あるんですけど、うん、でもその出先で香水の瓶をこう持ち歩くのとかも大変だし、うんうん、その時 ね、つけられないので、こういうロールタイプで持ち歩けるもので気分転換にもなるような香水を持ってます、うんうんうん、これともう一つミュウミュウのかわいい色香水みたいなスティックなんですけど02番です。なんかリップみたいな形で、うんうん、こうクッキュッキュッキュッと繰り出して、これもちょっとバームっぽい感じで塗れるんですけど、香りがちょっとムスクっぽい感じの香り、これも春菜の香りがする、これもする香り春菜が好きそうな香り、私好きな香りがすごい、あの系統偏っちゃってるんですけど、ちょっと全部ムスクっぽい感じだったりとか石鹸っぽい香りのが好きなので、うんうん、これもそれなんですけど、あと私のポーチの中に絶対入っているサプリがこの2つです。すごい真っ赤真っ赤2つとも元気が出そうだけど元気が出そう。このスイスゼリーは
まあ、水素も入ってるんですけど、この中にコラーゲンとか、うん、アスタキサンチンとかも入っていて、うん、なんかこう肌がプルプルってなるような成分もたくさん入ってるんですけど、これちょっと一回食べてみる？え、今？うん、え、なんかちょっと出してもらったら、ちょっと炭酸みたいにプクプクプクっとこう、あ、すごい、本当だ、入ってるんですけど、ローズヒップの味なんだけど、うん、甘くて、うんうんうん、ちょっと酸味もある感じ。え、普通に美味しいよね。びっくりした。シワシワってなる。シワシワってなる。おやつ代わりにもいいよね。うん、これポーラのサプリメントなんですけど、シールド乳酸菌っていうのが入っていて、これもなんかこう腸活とかだったりとか、うん、すごくおすすめになっています。これも持ち歩いてます。あとはロム&のリップグロス、かわいい色、かわいいよね、うん、このなんかキラキラとしたのが、うん、先の部分もシリコンになっていて、すごく塗りやすくって、うん、でこれ塗るとすごくツヤーンとするんですけど、色はほとんどつきません。トランパーリップなので、うんうん、これを常にこう唇に塗ったりとか、この沙織とお揃いの BA のリップも持ち歩いてるんですけど、私絶対こだわりがあって、うん、オレンジ系のリップとピンク系のリップは絶対にポーチの中に入れるっていうのがこだわりです。で今日はアンプリチュードのピンクを入れてるんですけど、もうゴールドのこのケースだけでも可愛いのに、ね、テンション上がるな。中身のこのカラーすごい可愛くない？春菜が好きそう。見た目は結構ピンク色なんですけど、これが馴染んで時間が経つと、うん、すごく唇の色にちゃんと、うん、合わせてくれるの。あとなんかこのピンクだけだとあんまりだなって思った時は、このオレンジも混ぜることができるので、絶対に2色は入れてます、ポーチの中に。で、沙織も多分使ってると思うんだけど、あ、これラブライナーと&B のコラボのやつですかね。私川北さんが大好きで、ね、新しいものが発売されるたびに買ってるんですけど、めっちゃいい色。そう、すごくカラーがもう絶妙、うん、絶妙。オレンジタイプを持ってるんですけど、オレンジタイプもすごく絶妙なカラーで、すごくもうラインが引きやすい、まあ、なんか筆が引きやすそうだもん。そう、なんかしなり具合とかもすごくよくって、うん、汚く落ちない、アイラインが。でなんか落ちるときはもうサクッと綺麗にキュッと落ちちゃうので、うんうんうん、すごくいいなと思ってます、うんうんうん、これもお気に入りで。あと合わせて、うん、涙袋がぷくっとある方が今っぽいメイクになるので、セザンヌのもうこの各二重アイライナーって言うんですけど、本当や、本当にちょっと分かりにくいかもしれないですけど、うん、でも涙袋にちょうどいいね。そう、なんかこの上のアイライナーで描くと、うん、ちょっともうなんか人生疲れた人みたいになるから、なんかこれぐらいの色で塗れると、まあ、濃く描いてこれぐらいだから、うん、ちょっと色の調整ができます。いつも持ち歩いてるチークが RMS ビューティーのチークです、うん、これなんか最近発売されたばっかりのパウダータイプだけど、しっとりしててスルスルスルっと肌なじみがいいね。そう、肌なじみがよくって、うん、このコーラルのカラーは一年中持ち歩いてます。このブラシで撮ってるの？そう、このブラシもすごく名品で、うん、チャスティっていうブランドなんですけど、これはもう本当にドラッグストアとかで手に入るブラシで、これはもう私10年ぐらい何回も買い替えて使ってます。へー、すごい、はい、今日1日撮影してどうでした？やっぱり春菜と似たところがあるなって、うん、これとかね、これとかね、なんかカラーとかも一緒に被るのが双子らしいなって、うん、フランパーリップ、うん、すっごい欲しくなったからこの後買いに行く。買いに行く。私もこのアルコールスプレーちょっと、うん、買いに行ってください、うん、ぜひもらおうかなと思ったけど私の私のあげへんあげへん